これから急いで訳したものを読み上げたいと思います。出かけていたので、ちょっと疲れてるんですけど、ちょっと訳しました。昨日じゃない。あれ？昨日訳しましたっけ？いつ訳した？最後に。その続きなんですけど、今日は、ちょっとベルサイユ付近に行ってたので、いつだっけ？最後に訳したの。昨日かな？で、その続きを、読み上げたいと思います。マリナさんに質問していたアランさんのそのサイト、そうですね、YouTube の動画から訳しました。他にもたくさんの人が話しているので、割愛して、エレナさんじゃない、またエレナだな、さんのこと、エレナさんっていう人もいるんですよ。だから、チャネラじゃないや、なんていうの、そういうの。宇宙を語る人、チャネラっていうの。で、私は言葉がわからないので、訳してるだけなので、要は私はまるで関係なくて、訳すから話しているので、私と関係ないです、全然。はい。ただ、エナダナンさんとか、マリナ・シレンさんの言ってることって共通している部分があるので、とても興味深いですね。ただ、二人はつながってないと思う、別に。アイルランドのエレナさんと、まあ、フランスで生まれてアイルランドに今、まあ、家族がアイルランドにいるっていうか、祖先とかみんなそっち系の人なので。で、マリナさんはスペインに住んでいるけれども、まあイギリスと近いし、結構ケルトとか関係あるんじゃない？つながりあるんじゃない？という感じで、だからスペインとイギリスって近いんですよ、実は。とてもなんか似たようなこと言ってるし。で、時々間違えて、私はマリナさんのことエレナさんって言ってる。とにかくこの続きを訳したので言いますね。皆さんに感謝します。特にあなたの洞察に感謝します。まあ、アランさんがね、親切にしてくれてるので、敵対しないで。今誰もが自分のものを与えることが本当に重要だと思います。それが重要な点だと思います。そして、それが私が人々に思い出してもらいたかったことです。私が学んだことは、誰もが内部の仕事について話していることを知っているということです。内部の世界と同じように、個人の統合についても知っています。結局のところ、誰もが組織を守るからです。現実は、個人的な軸からはそれがどのようであるかを知っていて、それがいろいろな集合意識に投影され、それがどのように機能するかに現れます。そして私たちはみんなこれを知っていますが、宇宙や神が私たちに理解させてくれたり、教えてくれたりしたのは、宇宙はこうであるということです。単調ではない。宇宙は一方向性ではない。これで私が言いたいのは、私たち全員が同じように考えすぎて乗り越えようとするということです。極性を超越するドラマのような、ドラマなどを超越して、私たちは皆私たちがいることを教えるようになっているということです。内なる仕事をする必要がある。そして、あなたはスピリチュアルな仕事のような、そういう、読みにくい、スピリチュアルな仕事のような個人を知っていて統合します。それで終わり。そして、突然あなたは全てのトラマの全ての物語からドラマか。ドラマって書いちゃった。あなたは全てのドラマや全ての物語から抜け出すと、私が理解するようになったのは、あなたは皆一つであり、あなたはあなたに対して主権を持った個人としての権限を与えられた自己と言ってください。私が他の全ての人に対して無関心であることを意味する、そのことは分かっていますが、あなたは今、あなた自身の種の一つであり、銀河全体の集合体とも一つなので、この内なる、変革の内部作業は何かであります。それは集合的な方法でより大量に行う必要もあります。そして、これはどういう意味ですか？つまり、この種のことを意味します。私にはネガティブな経験があります。それを統合できるので、今はそのようなネガティブなことはありません。経験は物事を見直す、それは素晴らしいことなのです。それは私が何年もやってきたことです。統合だけではなく、
統合だけでは自分の状況を解決する方法がなかったので、私が理解したのは私には何も得られていなかったということです。次のページに行きます。完全に統合されすぎているのは欠落している部分があったからで、欠落していた部分は私たちが一つであるということで、それでこのバランスと整合性を実現するために、その言葉と実行する必要があるプロセスとアドレスによるものです。物事を表面にさらすことも必要です。なぜなら私たちは成長中の種、種であるからで、私たちは常に集団として交流しているからです。それがドラマであろうと、ポジティブであろうと、ドラマ、トラウマ、この発音がよく分かりにくいのね。ドラマかもしれないし、トラウマって言ってるかもしれません。彼女の英語がちょっとスペイン人だからね、読み取りにくいっていうか。ポジティブであろうと、私たちの内面の経験について、要は、私さっきからドラマって私発音してるけど、トラウマって言ってる可能性もあります。私たちの内容の経験についてお互いに話し合う必要があります。私たちはただ、私たちだけを、内にトラウマを放置することはできません。私は部屋に入って全ての仕事をしていて、それからブーンというブーンってバーンってこう爆発するっていう意味ですね。ブーンというはずです。私は全てのトラウマを終えたので、私は、屋内で公の場に出ていることが今好きです。それで今終わりです。自分の仕事を全部しました。そして今私はポジティブな言葉だけを持っています。教えと前向きな視点。いいえ、私たちも種で種のことね、種族のことね、種として成長しています。トラウマの部分、ソースと一致しない部分を聞く人々がいます。なぜなら私たちは個人的に進化しているだけでなく、集合体として進化しているからです。まあコレクティブな感じね。私たち全体的に全ての人間はコレクティブってことですね。私たちは他の集団と交流していますが、私たちの集団も独自に進化しているので、トラウマは過去ではなく、トラウマを想定する必要があります。例えば自分自身の内面の世界を、集団の奉仕にさらす必要があるとしても、集団は彼ら自身の協同作用とも関係しているからで、あり、それが私たちが現在とても若い種である、種って種のことね、であるという点であり、非常に微弱なので、私たちはとてもマニピュレートされてきたので、物事を暴露し始めることを話す、それがとても重要で、一致してないドラマに、ドラマってトラウマかもしれない、彼女の発音がちょっとね聞き取りにくいんですよ。一致してないトラウマについて話し合うことで、私たち全員が協力して、あなたが知っている誠実なこの状況に個人的に入るだけでなく、集団で何度も努力できるようになります。それがプレアデス、アルクトゥルス、シリウスの、本当に高いレベルである、そういう理由です。という感じで、ちょっと私は今疲れて帰ってきて、まあ全然反対方向のところに、内と反対方向に行ってきて、今帰ってきて、訳したので疲れていて、なんか走り回っていて足が疲れて、でもまあ歩くことはいいことなんですけど、まあまあまあ行ってきて帰ってきました。そしてまあ緊急獣医病院に行ってきて、話すっていうか、まあいろいろ話して、まあ手術料金っていうのを、契約っていうか、まあコントラって、なんていうの、契約書にサインしちゃったから、猫が途中で心臓が止まろうと、それはもう払わなければならないっていう書類だったので、でもなんとか半分にしてもらった料金を、払う料金を。ですから、まあ猫ちゃんの遺体を焼き場に持って行って、インディビジュアルって何て言うんだろう、個人的に私が受け取ることができるっていうか、まあ壺に入れてお骨として受け取ることができることになりました。なぜならそれでお金がそこまで払うことがなかったので、そこまでできるっていうか、まあそれによっては向こうの、そのダメだって言えば、
全部払えって言えれば、私はその、猫ちゃんのお骨を受け取らないっていうか、そのまま放置するっていうか、まあ、他の全ての、そういうことができない、お金を払えない人たちが、その焼き場で、全員で、コレクティブで焼く場所があって、そこで終わりっていう感じ。そういうこともできるんですけど、その場合はまあ無料なんですね。でもちょっとそれはね、私もうさ、13年も一緒にいた猫ちゃんにはできないから。だからそれでちょっと話し合いに行ってて、